サウスブルックリン鉄道はニューヨーク市ブルックリン区にある鉄道路線である。ニューヨーク市が路線を保有し、ニューヨークシティトランジットオーソリティが運営を行っている。元の本線はアッパーニューヨーク湾からマクドナルドアベニューまで38丁目に沿って走り、マクドナルドアベニューを南下してコニーアイランド車両基地まで向かっており、ほとんどの区間がカルバーシャトル及び IND。 カルバー線と同じ経路であった。元の本線の区間のうち、2番街と39丁目の交差点付近のインターチェンジ車両基地、BMT ウェストエンド線9番街駅間のみがまだ残されている。現在、列車は36から38丁目車両基地、サウスブルックリンマリンターミナル間のみの運行となっている。39丁目のサウスブルックリンターミナル、1893年。 サウスブルックリン鉄道ターミナル会社が1887年9月30日に設立され、ブルックリンバースコニーアイランド鉄道ウェスト、エンド線の38丁目と9番街の交差点北西付近から38丁目西端、3番街との交差点付近まで路線を建設した。この線路は、 ブルックリンバースコニーアイランド鉄道にリースされ、39丁目フェリーまで列車が運行されるようになった。1892年、サウスブルックリン鉄道ターミナル会社は、用地の購入を行い3番街にターミナル駅と貨物倉庫を建設した。同社は自社の鉄道車両は保有しておらず、39丁目フェリーターミナルへの列車の運行を行いたい。 別の鉄道会社へ路線をリースしていた。1890年、プロスペクトパークサウス、ブルックリン鉄道カルバー線が路線に接続された。プロスペクトパークサウス、ブルックリン鉄道は1893年にロングアイランド鉄道に買収された。ロングアイランド鉄道からの列車は蒸気機関車が牽引していたが、蒸気機関車では、 貨物列車の運行ができなかったことから1899年に路線は電化された。しかし、オーシャンパークウェイとキングスハイウェイの交差点にあったブルックリンジョッキークラブ競馬場へ向かう特別列車には蒸気機関車が使用された。1899年12月、サウスブルックリン鉄道ターミナル会社は倒産し、1900年1月13日に サウスブルックリン鉄道として再編成された。1902年8月31日にブルックリンラピットトランジットがサウスブルックリン鉄道を買収したが、エライダブリハーの列車の乗り入れは1903年または1905年まで続けられていた。エライダブリハーの乗り入れ終了後、BRT は旅客列車の運行を開始し貨物輸送は 子会社のブルックリンハイツ鉄道に移管した。ブルックリンハイツ鉄道は3両の機関車で貨物列車の運行を行い、1907年には4両目の機関車が納入された。貨物列車はアメリカ合衆国有勢省の郵便物、材木、セメント、石、砂、灰、パイプ、大理石、加工岩などを輸送していた。最大の運行範囲の時には、 エライラブリハー線から分岐し2番街と平行に走り39丁目を越えると右に進路を変え4番街を越えると BMT ウェストエンド線と合流し9番街駅まで共に走った後9番街駅より BMT カルバー線へ乗り入れマクドナルドアベニューを下ってアベニュー X まで運行されていたサウスブルックリン鉄道と BMT ウェストエンド線の 分岐点1907年2月28日、サウスブルックリン鉄道とブルックリンハイツ鉄道は互いに分割されたが、BRT の保有のままであった。サウスブルックリン鉄道は、仲裁通商委員会による規制をクリアするために、旅客、貨物輸送の両方を担う BRT の子会社とされた。ブルックリンハイツ鉄道は、プロスペクトパークサウス。 ブルックリン鉄道及びプロスペクトパークコニーアイランド鉄道のリースを受け、コニーアイランドへの貨物列車の運行を行った。1909年、ブルックリンハイツ鉄道は、プロスペクトパークコニーアイランド鉄道の敷地内で3番街の貨物ヤードと駅の使用を中止する、要公共事業委員会から依頼された。ハーからリースされていた。 貨物倉庫は老朽化しており、サウスブルックリン鉄道は、エライダブルファーの倉庫を新築することを望まず、代わりにシービーチ線を使用して、新しいターミナルへ接続するためにニューヨークシー、ビーチ鉄道の所有物の代わりとなる、施設の建設を望んだ。1913年、BRT の路線は、すべて再編成され、貨物列車の運行事業はすべて、 サウスブルックリン鉄道に移管された。サウスブルックリン鉄道の立地上その線路を介して建設資材の輸送が行われることが多かったため、ブルックリンの新しい BRT 地下鉄や高架鉄道の路線の建設に役立っていた。38丁目と4番街を一時的に結ぶことで BMT4 番街線の建設現場にも入ることができた。1 9 2二年六月、 サウスブルックリン鉄道は、エライダブリハー保有のプロスペクトパークコニーアイランド鉄道の資産のほとんどを購入した。1923年までにプロスペクトパークコニーアイランド鉄道とニューヨークコニーアイランド鉄道はサウスブルックリン鉄道に統合された。同年に BRT は破産し、ブルックリンマンハッタントランジットに再編成された。2番街。 インターチェンジ車両基地1940年6月1日、サウスブルックリン鉄道は BMT の他の路線とともにニューヨーク州運輸委員会に移管された。同年、第二次世界大戦が勃発し、サウスブルックリン鉄道の貨物輸送量は大幅に増大した。サウスブルックリン鉄道は貨物を直接顧客へ届けるために数台のトラックを手に入れた。 世界大戦終結後の1946年、サウスブルックリン鉄道は、ホイットコムロコモティブワークス製の元アメリカ陸軍のディーゼル機関車を2両購入した。運営は1953年6月15日に、ニューヨークシティトランジットオーソリティに移管された。マクドナルドアベニューでの旅客列車の運行は1958年10月31日に終了し、 サウスブルックリン鉄道は貨物列車のみの運行となった。1960年にはさらに2両のディーゼル機関車を納入した。1961年12月27日、老朽化した河川の回収費用が高かったため河川は取り壊され路線は非電化となった。このため、終電靴を装備している電気機関車4号、5号、6号、7号車が地下鉄、 高架線での運行のために内屈へ引き渡された。旅客列車の運行が終了した、タメキングストンジャンクションの分岐器は本線側に固定され、支線は9番街 &20 丁目停車場まで完全に本線から分離していた。同時に、貨物輸送量はセミトレーラートラックによる輸送量の増大に伴い年々減少の一途をたどっていた。 マクドナルドアベニューの線路は1978年までに使用されなくなり、1991年までに舗装された。マクドナルドアベニューの線路が廃止された後、サウスブルックン鉄道の貨物輸送の拠点は2番街、車両基地から36から38丁目車両基地に変更された。1994年、サウスブルックン鉄道へのない田以外の運行する、 列車の乗り入れが終了し、サウスブルックリン鉄道は、サウスブルックリンマリンターミナル、ブッシュターミナル、インダストリーシティを経由し地下鉄線と l i w h ハーベイビッチ支線の接続のために使用されるようになった。サウスブルックリン鉄道の主な機能は、写真の R156 作業機関車のような地下鉄の新車の輸送経路の確保である。サウスブルックリン鉄道は、 ニューヨーク市地下鉄路線と別の鉄道網を結ぶ二つの連絡線の一つである。1988年から1999年にかけてのウィリアムズバーグ橋の再建に伴う地下鉄線の閉鎖の際、孤立してしまった J 系統、L 系統、M 系統、Z 系統に重当されている列車を検査のために、コニーアイランド車両基地へ改装するときには灯路線が使用された。 外頭系統の列車は地下鉄線から林電工場へ入場後、LIW ハーベイ、リッジ支線への出場線で、ベイリッジ支線に出て、ブルックリン陸軍ターミナルへ向かった。そこから、ニューヨーククロスハーバー鉄道が2番街車両基地まで車両を運び、そこからサウスブルックリン鉄道が BMT ウェストエンド線を経由して、コニーアイランド車両基地まで改装した。サウスブルックリン鉄道は、 GE トランスポーテーションシステム製の47トンディーゼル機関車2両を保有している。機関車は場合によってはサウスブルックリン鉄道以外に地下鉄線でも運転される。サウスブルックリンマリンターミナル2番街車両基地のニューヨークニュージャージー鉄道との分岐点の改修は2012年5月に終了した。また新しい R156 機関車や他の地下鉄車両を 長物車で改装するために新しい分岐点が4番街の38丁目車両基地に新設された。ありがとうございます。